FM Naha. Your radio station. FM Naha. ピエロが一人涙を隠して笑ってる笛吹き童子がそばに来てピエロが寝るまで吹いたとさ無知をなくした猛獣使い元気をなくして座ってる腹売り娘がそばに来て綺麗なお花をくれたとさねえねえあの国際通り天物から徒歩1分のところにあるブランチュっていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよえあの元気なお店だよねそうそうしかも時給1000円で交通費も出るんだってマジデージやばい詳しくはお電話 098-894-8778 までゆくいところハーレー那覇にぎわい広場の目の前で朝から飲めてモーニングブランチもありますよ大阪の粉もん食べに来てやたこ焼き、お好み焼き、焼きそば、絶対に死にまーさん。ハーレー朝8時から夜9時まで。頑張りますね。定休日は金曜日。昼飲みの元祖は1軒目。第一牧師公設市場近く。昼飲み居酒屋1軒目。全力疾走の年中無休。正午から心が折れるまでの営業。1軒目ピザ職人が作るヤギチーズのピザもあるよ。お昼12時から待ってます。はい、いらっしゃい。だいぶ酔った。長崎からやってきたばい。那覇市牧師ウリズム市場通りの政次郎酒店。長崎の男、マー君が体力の限界に挑戦中。昼1時半から深夜まで、酒豪に嬉しいボトルキープもやってます。長崎の焼酎もあるばい。よろしく。はいそういうことで番組始まりました今ちゃんのバイトの時間ですね後ろちょっと曲入っておりますけどこれなぎらけんさんの曲なんですねであともう一件あのスポンサーありまして今僕が勤めております山市食堂も CM スポンサーになってくれておりますまだ口頭で言ってるわけであって一応作ってるんですけど来月からかけたいと思いますということで今日ですね番組始まって以来この大人数のゲスト、自己紹介しただけでなんか番組が終わりそうな気分ですね5名ですね初めて、なんか嬉しいことに一回僕がワンマンショーをやってた時に悲しいっていうような気持ちがあってくれて今ちゃんがね一人でとうとう私一人になりましたってラジオで言った時に、うん、僕爆笑してましたからいやいやありがとう何してんのありがとうございますその時ちょうど前通ってたしありがとうありだなと思ったありがとうありがとう、うんそういうことでじゃあ どっちが僕あそやねマイク1番から行こうかな、はい、はいどうぞ、ハーレーの、はいシャーくんですはいシャーくん、はい、おはようございますはい、はいハーレーの常連の、那覇でシステムエンジニアをやっておりますまたきちさんですよろしくお願いしますはいまたきちさんよろしく初めましてハーレーのオーナーのシャンシャンですよろしくお願いしますはいはいシャンシャンよろしくバチバチありがとうはいハーレーの常連の千尋です新潟から来ました新潟からやってきてくれてありがとうはい、はいハーレーに、吸い込まれてまいりました大阪から来た、シンゴちゃんですよろしくお願いしますイエーイ、ということでね、はい、今日僕まあ3日ぐらいね
ちょっと考えてんけど、考えたっていうか、あ、今週はゲストさん、ハーレーさんやなと思って、俺の中で1年間をちょっと振り返ったわけよ。はいはいはい。で、はい、まあ最初ね、シャンシャンが、公務員やってて先生やっててね、はい、それやめて、うん、あの沖縄移住します言った時に、はい、お母さんが気絶されたじゃないですか、はい、俺ね気絶っていうのは漫画ではよく知ってんねんけど、はい、実際問題気絶したん見たことあります？ないですよね。ないでしょ、はい、ほんまに気絶ってあるんやね、まあ、泡までは吹いてなかったんですけどね。でもね、あのそっから、でもそっから始まって、うん、まあ言うたら1年でしょ、はい、それで例えばね、そのお母さん今回ほら涙流したっていうお話聞いたじゃないですか、この状況を見て、はいはい、うん、それも1周年記念の時に木梨沖とチャンプルーズが やってるっていうのもすごいことやと思うけど、はい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 、だからこの1年ってすごい濃い1年ですよね。そうですね。いや、なんか普通さ、うん、いやこれすごいことやなと、はい、ちょっと改めて思ってたんよ、はいはい、こんな早い展開があるのかなと思ってね。まあでも皆さんのおかげですよね、これもね。中華ほとんどゼロから、うん、始めてるんだよね、お客さんっていうのは知り合いなくて、はい、うん、いやこれはね、もっと5年ぐらいやってて備えになるんやったらまあ分かるかも分からへんで、1年でこんなんバーやってな、お母さんもほんまに安心して涙流したと思うけど、はい、1年のうちに気絶して涙流して喜んだってすごいよ、うん、はい、もう感情のね、高低差がすごすぎるから、これ下手したら閑古鳥でな、もう家賃もなかなか払いきれんで、うん、もう辞めるかもわからへんっていうような状況になってもおかしくないわけでしょ、うん、 そうですね、あ、それとまたあれもあるがな、家も買って、うん、言うてもうた言うてもうた、ごめんごめん言うて、あの目あの目、いやスーパーローンですよ、いや間違いスーパーローン、まあまあ、なんかめっちゃ儲けてるみたいになるんだよ、ああそっか、だから超スーパーローンです、あの同じで、うん、いや、うん、まあだこれから大変やっていうことを付け加えておきましょう、はい、これからが大変ね、地獄のローンが来年から始まる、はい、1杯300円でやってる店がその家なんで普通に買えない、いやまあいやでもね、やっぱり商売やるのは借金抱えた方がええっていう人もおるからね、まあ確かに、あの目標を立ててね、初めての借金ですよ、あ、それも、あ、そ、あ、まあでもええことやと思うよ、はい、まあでもなかなか見ててね、あの雰囲気もいいし、やっぱ明るさがあるっていうのも強みやしな、はい、うん、やっぱりあのお客さんにも恵まれてるし、またこれからどんどん増えると思うしね、はい、うん、うん、あの僕本当に楽しみにしてます。だから僕がスポンサーに飛び込みでね行かせてもらって、はいはい、スポンサーになってくださいよって言った時、ちょっと最初はいい判事、あ、いや返事いただけなかったんですよね、はいはいはい、ちょっと考えさせてって、ちょっと私たちもどうのこうのみたいな感じやったんやね、うん、はい、そうですね、全然儲かってないのに、うん、ちゃんと利益考えてんかって言われてたからね、あ、そう、俺の中では7月7日っていうのは、うん、俺ところお母ちゃんの誕生日なんよ、はいはいはい、だからこれはなんか縁を多少俺は勝手に感じてたのよ、はい、あ、そうなんですね、うん、それでまあそうやね、うん、まあ、そういうふうな形で今こういうふうにね、はい、あのレギュラーとして出ていただくようになっておりますので、まあ、それで今日番組の趣旨なんですけども、はい、バイトの時間ということでですね、はい、今日新しくお三方来られてますので、はい、各、お一人ずつからバイトの面白い体験をいつも聞いてるんですよ、はい、だからまあ多分今までバイト何個かやられてると思うけども、その中からピックアップしてちょっとこれこんなんでおもろかったとか大変やったとか、そういうふうなのちょっとじゃあまた太陽さん、また来ちゃうんですね、またさんからお聞きしましょうか、はいはい、そうですね、まあバイトですね、沖縄行ってですね、その大学生で福岡行って、はいはい、で大学生しながら、あ、バイトしなきゃなということで、まあ、初めていろいろバイトを、そうですね、家庭教師のバイトとかですね、塾の先生のバイトとかいろいろやったんですけれども、その時に初めての、福岡、初めての冬、
よし、ね、年末年始稼ごうということで、あの初めての内地ということですね。初めての内地ですね、はいはいはい、でそれで、福岡も初めてだったんですけれども、それで、うん、あの宅急便のあの仕分けのバイトがあの年末年始あのお歳暮とかで増えますよね、うん、あれで、はいはい、あの仕分けのバイトがあって結構時給高いよみたいに言われて、よしじゃあちょっと時給高いので頑張って稼ごうみたいに言ったんですけれども、福岡を舐めていましたね。寒い福岡の冬は寒い。なるほどなるほど。ずっと沖縄だったんで、うん、あのまあ十何度ぐらいが、まあ、沖縄寒くてもそれぐらいじゃないですか。 ですね、それが福岡行ったら普通に0度近くまで、うん、で仕分けのバイトってあれ室内じゃなくて室外なんですよね、うん、なんかあの開けっ広げの倉庫みたいなところで、はい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 、朝一番寒い時に、うん、あのまあ、冷凍 の、 あの鮭とかを運んで、はい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 、冷える、手が凍るって思いながらずっとやって、うん、ああ福岡は怖いって思ったのが、あの一番最初のバイトですね。初め、はい、でどれぐらいやったのそこは。それ頑張って2週間やってあのしっかり風邪ひきました、それでやめたの。すぐ帰ってきた、うん、まあ、向こうの大学行ってたんで、もう そっからもうバイトもうダメですって言ってやめて、あ、はい、あ大学は向こうがやってね、はい、大学向こうの、はい、行ってまして、あ、じゃあずっと福岡で4年間過ごしてたってこと。はい、過ごしてまして、あ、まあ、その後はこういう危ないバイトはやっちゃダメだということで、うん、あの家庭教師の、まあ、あの運送屋のバイトが別に危ないわけではないですけど、真冬にやると凍傷にかかるかもしれませんということですね。そうだからでも、まあ、それで、まあ、内地の経験したわけやね。そうですね、うん、でも結局、まあ、今戻ってきたわけですね、はい、大学卒業して、はい、今那覇で。那覇で。で先ほど聞いたけども、高校の時なんか、やらパーソナリティやられてたとか。ああそうですね、あの高校の時にですね、コミュニティ FM の、FM 小座さんですか、はいはい、あちらの方で、あの高校生の番組みたいなのがありまして、うん、でそれに実はあの学園祭の宣伝で顔を出して、あの学園祭の宣伝お願いしますって言ったらですね、うん、あの向こうのプロデューサーに、あ、ちょうどいいからちょっと30分喋ってみないって言われて、うん、まあうん、しゃ、まあ、宣伝だからそんなもんかなって、あの分からなかったんですけど、やったら、うん、あのなし崩し的に毎週30分喋るという、うん、でそれがずっとなし崩し的に2年間続くというのがありまして、うん、でそれでギャラもなしに2年間ですからね。そうですねでもさ、なかなかね厳しい、はい、でもあれ違う、人脈とか広まったりとか、うん、面白かったんじゃないの。人脈が広がる、まあ広がりましたけれども、なんていうんですかね、なんか毎日の、まあ、バイトみたいな感じになっちゃって、日曜日になったら行きますみたいな、そんな感じで、あ、そんな感じで、はい、やっちゃってましたね、はい、そうですか、わかりました。ではシャンシャンの隣の千尋ちゃんからバイト。バイトやね。バイトはすごい、もう続かないので、私は10何個やったんですけど、多いね。特に面白い、うん、10個、うん、まずそれがいきなりエピソードだったんですけど、じゃあ良かったなんか裸の大将が来てるけど本当だ、すごい、あ、お相撲さんだ。お相撲さんがいますね。ちゃんこ、下はちょっと読めないけど、字的に下は読めないけど、ちゃんこと書いてるんですよね。ちゃんこぽんって書いてます。スモーフィットネス、なるほど。パチパチ、あ、なるほど。あ、ごめんごめん、千尋ちゃん、話の途中でバイトの話。いや、でも面白いエピソード。そうです、いや別に面白くなくてね、しんどかったとかさ、もう二度とやりたくなかったとか、なんか印象に残ってるバイトなんかあらへん。あ、でも居酒屋のバイトをして、うんうん、あのもう初日に、うん、ビラ配ってこいって言われて、うん、なんか東京誰もビラ通ってくれなくて、うん、すごい嫌で、ゴミ箱に速攻捨てて、うん、それある意味、あの俺もやった、俺もやった、うん、仕事放棄っていうやつですよね。やれます、すぐ。もうこうやって続かないんですよね。あれしんどいよ本当。東京はね、優しいけど、ちょっとね、ビラに関しては厳しい。ビラ厳しいな。ビラとかティッシュ配りとかね、あれ大変ですよね。大変。あとポスティングも大変。はい、俺もポスティングだいぶ預かったけど、ほんまに捨てて時給だけもらったよ。もう悪いことやったな、俺も今思い出した。あれバレるよ。バレますよね。やりすぎは注意。ちょっとビビってもビビりながらやりますよ。あ、そうですか。
わかりました。それで今駆け足でやってきていただきました。お隣の、ああすいません、はい、大阪からですよね。大阪から来ました。大阪はいつ来られたんですか？那覇に入ったのは2日前ですね。2日前、はい、その前ちょっと宮古にいました。宮古島に。お仕事だよ。いや違います、違います。あ、遊びだよ。いや、宮古は普通に楽しみに行きました。で、那覇はちょっとだけ仕事します。仕事で、はい、なんか今回、あの1周年記念 のビデオを制作されたと。いや、まあ本当にたまたまフラッと入って吸い込まれたら、うんうん、フラッとすごいあの弾丸トークが来たんで、シャンシャン、シャンシャンの弾丸トークですね。で、エートル流れになって、はい、で、まあ、あの、じゃあ言うわって言って、言いますって言って、で、うん、カメラマン呼んで、そうそうそう、ね、ちゃっかりあのそのカメラマンも、うん、あの大阪でご一緒させてもらったみたいで、あ、そうそう、一緒に、たまたまその時ちょっと東京で行けなかったんですけど、はい、そういうご縁が、いや本当に、あ、まあこれも流れでな、いろんなんついてくるんよね。そうなんですよね。うん、いや、ほんまそうですよね。いやいや、どうやってお知り合いなんですか、ほんまにな。そうです、これがなんか不思議でしゃあないね。まあ、本当に繋がっていくんですよね、皆さん。なあ、それがありがたいです、うん、いや、おもろい。いや、あれも俺印象残ってるんよ。ちょっと話ぶり返すけど、あのどっか海かなんか行って、そこ漁師の人と友達になってバーベキューに参加した話な。墓島の時の話ですかね。え、また来年も行きましょうっていう話になったよな、あれ。そう、夏、7月末か8月のなあ、あれもなあ、たこ焼き焼きに行くのと、うん、でたまたまうちにいらっしゃってるお客さんがその赤島のそのおじさんたちの漁師の団体の中の一人と仲良しだったみたい で、うん、でそこもつながって、知ってる知ってる、たこ焼き屋でしょってなったっていう話を、赤島からメールが来て、そうそうそう、いう風な、漁師さんらと友達になって、うん、でそこに村長さんとかもたまたまおって、で、うん、みんなで大宴会、区長さんか、あ、区長さん、ほんまにな。で、あ、千尋ちゃんも初めて来た時、うん、あの沖縄マラソンの日で、あの後いらっしゃって、うん、その沖縄マラソンで、ゲストのバンドマンの人が、うん、ハーレー1周年の時にバンドやってくれてた人たちなわけですよね、うん、あ、招待ゲストが、あ、はいたいたみたいな話になって、うんうんうん、これが1周年で演奏してくれますよっていうところから今日に至ってますけど、はい、いやいやいや、ほんまそういう風なんが面白いな、はい、そうですね、うん、沖縄マラソンも、うん、新潟豪雪地帯じゃないですか、雪、うんうんうん、なんと、うん、はい、どうぞ。練習なしで完走しました。おー、素晴らしい。ちゅうか、そういう風な練習もせんとできるもんなんかね。うん、走れる。いや、いや、もともと陸上部やったとか。いや、全然もう運動ダメで。小塚さんめっちゃ驚いてるやん。え、運動ダメで。膝とか大丈夫かな。ねえ、え、え、この間も、ね、別に42メーターでやめたわけじゃないんでしょ。42メーター。新しい距離ですか。え、うん、並ぶぐらいのスピードでバーッと走っていきますよ。私たち全部大体でも運動音痴って言うたよ今。いけます、いけます、みんなやってないだけで人間の身体能力本当やってないです。そうそう、いやでもあれやろ、次の日とか何日後とか筋肉痛とかすごかったんじゃ。でも次の日もちゃんと福木並木でレンタサイクルしました。もうあの超人ですよね。そうそう、でも本当にできます、できます。え、じゃあ次回もやるの。次回もやりたいですし、10月1回新潟 マラソン、シティマラソン、はい、すごいな。いやいや、っていうか、なんでそんな急にハマったの。マラソンに。へえ、すごい。なんかの沖縄大好きなので、うん、もうちょっと沖縄行くきっかけで申し込んでみて、うん、でちょっと練習するかなと思ったら、やっぱ新潟雪すごくて外で走れないんですよ。なんでもうそのまま行っちゃえみたいな。走れないけど行っちゃえ。すごいな。それでちょっと小塚さんのバイトの話まだ聞いてないことあ。そうだね。なんか今まで何あんまもバイトしてないんですよね。学生の頃は。学生の頃ちょっとまあステーキ屋でこうペテパンパンパン磨いてバイトしてたぐらいで。
あ、ステーキ焼いてたんじゃなくて鉄板磨いてた。なんか そうですね、そういうバイト。高校上がってから大学行かその手前ぐらいはちょっとそういうのやったぐらいで。それで営業時間外に掃除っていうことですか。あ、要はなんか ホールスタッフやった後に鉄板めっちゃピカピカしてるじゃないですか、あなたってロブスターハムに来てました。そんなもん切断係で。ステーキ、あ、でもステーキも焼いてた。焼いてないです、焼いてないです。もうとりあえずそういうこうロブスターをとりあえず切る人と、あと鉄板こうやって磨いて。あ、それだけ担当は。そんな担当もあるんや。あ、大型店舗やから。いや、全然もうなんかこじんまりとしたステーキハウスで。え、それだけでのバイト。僕あんまりバイトしてなくて、どちらかというと自分で作ったり、作るっていうか自分で企画考えてなんか売り込む好きなタイプなんで、はい。あ、これ、いや珍しいバイト。珍しいバイトやね、それ。いや、まあ多分よくその辺であるようなバイトだと思うんですけど。え、それ何時間ぐらいやるの。ていうか鉄板こうやって磨くって。もうちょっと引き出してほしいな。いや俺理解できひんのよ。来た。じゃあ呼ぶ。高橋さん。今日なんかすごいな。すごいオーナーってきたね。なんか。どうぞ。常連さん、高橋さん。どうぞどうぞ。高橋さんどうぞ。すごいですね。もういきなりは懐が広いですからね。本当に飛び込みのゲストが飛び込みで入ってきてますけど。高橋さん、ちょっとお聞きしたいことがありまして、バイトの時間って言いまして、このラジオがね、高橋さんが今までやってたバイトの中で、面白体験談をちょっと聞いてみたいなっていうことなんですけど。そう、それちょっと今考えててください。今ちょっと中身ちょっと いりますね。CM 入れてから曲かけますんで、その間にちょっと高橋さんちょっと考えててくれますか。さっき の小塚さん、さっきの続き俺理解できない。それあれ営業時間中にこうやって鉄板磨いてるの。あ、違う、その前です、前です。あ、営業をやる前に磨いてるね。あー、それで分かった、はい、それでどうぞってバトンタッチするわけだ。そうものすごく綺麗になるんですよ。いやー、おもろいな。じゃあうちの鉄板も掃除してください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そういうことでちょっと CM 入りますからね。ちょっと高橋さん考えててくださいね。ねえねえ、国際通り天物から徒歩1分のところにあるブランチュっていう居酒屋がアルバイト募集してるらしいよ。え、元気だお店だよね。そうそう、しかも時給1000円で交通費も出るんだって。マジデージやばい。詳しくはお電話 098-894-8778 まで。ゆくいところハーレー那覇にぎわい広場の目の前で朝から飲めてモーニングブランチもあります。大阪の粉もん食べに来てや。たこ焼き、お好み焼き、焼きそば、絶対に死にまーさん。ハーレー朝8時から夜9時まで頑張ります。定休日は金曜日。昼飲みの元祖は1軒目、第一牧師公設市場近く、昼飲み居酒屋1軒目。全力疾走の年中無休、正午から心が折れるまでの営業。1軒目ピザ職人が作るヤギチーズのピザもあるよ。お昼12時から待ってます。はい、いらっしゃい。長崎からやってきたばい。那覇市牧師売り市場通りの政次郎酒店、長崎の男マー君が体力の限界に挑戦中。昼1時半から深夜まで、酒豪に嬉しいボトルキープもやってます。長崎の焼酎もあるばい。よろしく。ということで、第2部というか後半に入りますね。ということで高橋さん、今のお時間でバイトの話ちょっと聞かせてもらえますか。はい、初めまして、高橋と言います。北九州から来ました。北九州、はい。ここのハーレー の客なんですよね。で、バイトの話をしてくれっていうことなんです、はい、話しますけど、実は私今68歳で、だからバイトっていうのは18歳からするもんじゃないですか。まあ、そういうことは50年前なんですよね。
昭和43年からです。43年、44年、45年ぐらいの話をしたいと思います。じゃあ生まれてへん人おるやろ。生まれてない人が結構いるんじゃない。生まれてない、はい、一応僕は生まれてました、はいはい、だから、はい、その当時のバイトの話です。はいはいはい、どうぞ。いいですね。20歳前後のね。で、きつかって1日で辞めたのが2つあります、うん、はいはい、1つはあの昔あの JR を国鉄で行っとったんです。はいはいはい、であの貨物列車が来ますよね、うん、で貨物列車にあの重たい商品がいっぱいあの入ってるんです、はいはいはい、でそれを全部下ろすわけですよ、うん、朝の9時からコンテナからですね。コンテナからです、はいはい、夕方6時まで、うん、手が棒のようになって動かなくなりまして、うん、それは1日でやりました。で次はあのさ、いやそれ暑い時だった。次は今度はあの寒い時、うん、あの測量のバイトといって、うん、あの測量士がいるじゃないですか、はいはいはい、であのあのポール持って立ってるだけです。そうですね。でそれがその1月の、うん、それもその、あの車が、あの車とか電車が通らない真夜中に、うん、真夜中するわけですよ、うん、1月 の、うん、あの東京の寒いとこで、うん、でこうじーっと立っとって、うん、もう凍えそうになって、うん、それも1日でやめました。いやでも一応お金はもらったんですか。一応もらった。あ、お金はもらった。で次に、うん、あの楽しかったバイトを言います、うん、18歳の時の一番最初にしたバイトが、うん、あの渋谷のキャバレーで、おーおもろいがな。えウェイター、キャバレーのウェイター、ウェイター、うん、ボーイですよ、うん、それは、それはあの1週間にしました。50年前。1週間でもなんか早いね。で楽しかったバイトですね。それあ、楽しかったのになんで1週間で辞めたんですか。それはですね、うん、その辞めた理由は忘れましたね。でも1週間やったらお金もらえてないんじゃないですか。いやこれはあのあんまりハマったらいけんなと思って、ね、おそらく。え、 お金もらいました。 お金もらってます。あ、1週間でもくれたんや。くれたんです。良心的ですね。良心的です。そうだ、まあ、あのその当時あの日当制ですから1日来ていい。そうです。そうなんですか。月給制のとこなんかないですよ。え、そうなんですか。まあ、今はどうか知りませんけど、あくまでも50年前の話ですから。へ、全部バイトは日当です。はい、というか今渋谷にキャバレーなんかもうないんじゃないの。だけどなんか今キャバクラとかなんか今さあ、そう、そう書いてますけどね。おー、聞きたい。あの当時ですね、物価と賃金がめちゃくちゃ上がるような時なんですよ。だからその当時と3年後したら全く違ったです。だから私が18歳の時は700円とか800円のバイトです。時給ですか。 ところが3年ぐらい経ったらもう3000円4000円なんですよ。もうそれぐらい物価も賃金も上がるようになった時です。ちょっと待って、日給ちゃうやろ。あ、日給です。日給ね。日給で日給700円で、うん、だからあの土地の値段もうめちゃくちゃ上がるようになった時です。そういう時代だったんですよ、50年前。へそしてあの一番長く続いたバイトは赤坂のプリンスホテルで、あの、はいはいはい、今の建物じゃなくて昔ですよ。あ、昔あの古い建物があったんです。あ、で、そこで、やっぱこのボーイウェイターですね、サーバーであの配膳していくわけです。あの パーティーに来てる人とか、はいはい、宴会場、宴会場、まあ、宴会場もあるし、あの、うん、結婚式だとかパーティーとかで、こう皿にいろいろスープからな、おかずからいろいろ持っていくわけです。それが一番長く続いたんですね。でその当時でおそらく2000円、4時間で2000円4時間で4時間でです。だからあの最初の1時間は準備ですよね。あのテーブルだーってこう皿を持っていったりいろいろ準備するわけです。で次の2時間がそのまあ結婚式なりパーティーなりのあの配膳からビール吸いだりする。4時間で2000円言ったら感覚ちょっと分からへんねんけど、どんなぐらいなんでしょうね。今で言うたら4000円ぐらいですか。7000円ぐらいでしょうね。あ、7000円ぐらい。あ、いい方ですか。いい方です。はい、そう、小塚さんの続き鉄板の話やったまだ行きましょう。また鉄板バイトとは違うやつね。あ、じゃあちょそれ聞きましょうか。いや別に引き出してもらわな出ないですよ。じゃあじゃあ大阪のどちらなんですか会社は。本町です。本町うつぼ公園、まあそうですね、本町です。はい、そうですか、はい、僕も大阪ですからね。あ、そうなんですか。そうです、そうです。あ、元は元生まれて高校までは高校。
高校から大阪、うん、まあ、今移住してきて6年目なんですけど、へえ、うん、なるほど。それその面白い話って何よえっていや、とある日、うん、あのうちの店に来て、うん、あふらーっと入ってきたと思ったら、一限の時ね、初めのやつ、なんかパソコンいじってるし、うん、そうそうそう、なんか表で従業員みたいな僕は寝てるし、うん、何この 朝って寝てるし、うん、もう何この映像と思って、うん、初めて来てこのリラックス感すごいなと思ってそっから食いつきで、うん、面白いこの人と初めて来た店でこんなにリラックスしてるって寝れると思って思わずこうイメージキャラクターとして写真撮りました。懐かしいですよね。そうなんですよ、モーニングのやね、朝食でしょ。いや朝食というか、朝食は昼にかけて、昼にかけてぐらいですね、10時ぐらいに来た、うん、そんな感じでしたね、はい、10時に来てリラックスして、なんか4時間ぐらいうちで過ごしてそんなにおって、めっちゃいました。え、皆さんもそんな感じなんですか。まあ多分そんな感じです、ね、フラッと入る感じですこちらは大阪、あ、沖縄に住んでらっしゃるんですけど、 あのえ、どういった出会い。ああ、こちらですね、まあ、あの辺りだいたい昼間とかですね、昼飲みでブラブラしてたりしてですね、でそれで、まあ、フラッと来て、でそのまま居ついちゃったみたいな感じですね、はい、今はハーレー住んでますえ、高橋さんの場合は。え、私はですね、だいたい年に3回ぐらい沖縄に来ます。だいたい10日から2週間ぐらい。へー、めっちゃブルジョワですね、本当に。で、酒飲んでるんです。で、一元さんでプラッと。で、寒い時期はタイに。タイね、タイの、タイだけじゃないで、あの東南アジアです。東南アジアね、ベトナムとか。あ、ベトナムね。ダナンじゃない、ダナンダナン、ダナン、ベトナム、ダナン行けるんですか。ベトナムはダナ行ったことないですけどね。ダナ行ってください。まだ行ったハノイとホーチミンの周辺ですけど。千尋さんも一元でプラッと。そうです、私は別のお店で朝飲みを朝6時からしてたら、朝飲みからやってた別の常連さんが声かけてくださって、うん、いいお店あるよって言って紹介してくれた、ですよね。それうちの神様と呼ばれるお客様ああ、なるほど、分かった分かった可愛い女の子2人ナンパして帰ってきたんですその日。ああ、千尋さんともう一人。そうです。あ、朝飲み言ったらもう あそこの一軒しかないよねそうですね。あ、おじいが連れて帰ってきた。しかも別々の。え、お酒強いっていうことか。朝から飲み、お酒好きですね。結構飲みます。うん、日本酒とか美味しいですもんね。日本酒ね。沖縄に日本酒あるのご存知ですか。に沖縄の、はい、ですか。はい、日本最南端の、清酒、レイメイって言うんですけど、今度ぜひお飲みになってください。飲んでみます。そう、それちょ、はい、それでまあお酒の話になったんですけどね、うちのこのバイトの時間っていうのは、まあ、もちろんバイトもあれなんですけども、お酒、特にあの昼飲みとか、うん、あのはしご酒みたいなのを、うん、まあ、テーマでやってまして、うん、そういうふうなことをやってたら、パッと思い浮かんだタレントさんがですね、シンガーが先ほど言ってました凪良健一さんなんですけども、うん、凪良健一さんを11月の、10日に、お呼びしてライブやってもらうんですけど、まあ、ライブとともに昼飲みのツアーやろうということで、スポンサーさんのところをこうやって一軒ずつこうやって見てもらう企画になってるんですよ。それでね、その企画のところがですね、例えばブランチュさんやったらオリオンビールを当てようっていうので、オリオンビールの、名を伏せてキリンとかアサヒとか飲んでオリオンビールを当ててもらうっていうコーナーがあるんですよ。はい、それであの山一食堂の方は、なぎらさんも日本酒をお好きなんで、その霊名、先ほど言った霊名を、飲んでいただくっていうのをやりますね。で、一軒目さんではホッピーあるじゃないですか。ホッピーって大阪ではあんま浸透してないですよね。まあ確かにそんなめちゃめちゃ見ないですね。そうですね、あんまりね、登りがちょっと、ね、立ってるところがちょっとある。でもあんまりね、あの何回か僕トライして持って行ったんやけど、なんやねこれって言って、こんなんやとお前ビール飲んでる方がええがなっていうか、これなんなんって言って評判すごい悪いんよ。あんま浸透しなかった。でも沖縄は浸透してるんですよね。
あ、浸透してきてますね、うん、そうでしょ。それでこれはもともと下町の飲み物で、物資がない時に発明されたんだけど、これの本当の飲み方ってあるんですよ。この本当の飲み方をなぎらさんにレクチャーしてもらうっていう、うん、それで政次郎さんのところではですね、青森の利き酒、古酒とか、まあ言ったら何年もののやつを、利き酒、空酢と普通のやつで利き酒やってもらう。いや、ハーレーさんのところでなんかそのお酒にの飲みかさっていうことでなんかないか、そうこれを、まあ、爆弾でしょ毎回あのさそんな他が企画して後出しじゃんけんみたいに出せないよね、もうね。でも利き酒って言ったの俺が初めだからね、本当はここのランチまで。そうもう何もすることないから、じゃあロシアンたこ焼きにしよう。いや例えばお酒でやるんやったらなんかない、ちょっとなんかアイデアない。お酒、ホッピー出たから、当てでいきましょう。当てでいくか、酒の当ては。当て、いいですね、うん、あ、そやな、料理あるからな、うん、沖縄の当て出してなぎら、あ、そう、俺こんなん聞いたんですよ。なぎらさんの、オファーするときに社長さんとお話してて、なぎらさんとお酒何が一番好きなんですかって聞いたら、いや、なぎらはね、そういう質問はね、あれなんですよ、なぎらの考え方いいですか、聞いてください言うて、お酒っていうものはその土地によっても違うし、当てによっても違うし、それに合うお酒があるから一概にこれって言うんじゃなくて、うん、こういうシチュエーションではこの酒が合うなとか、ここではこれが合うなっていうような飲み方するから、日本酒が好きなんですよ、ウイスキーが好きなんですよっていうのはないらしいんですよ。あ、でもそれ分かるでしょ、うんうん、だからウイスキーが好きやからどこ行ってもウイスキーとか、日本酒好きやからどこ行っても日本酒っていうんじゃないらしいですね。だからその土地の感じだから、今のはだから例えば、やっぱりその豆腐をやったら一番合うんは日本、青森やなっていう感じが分かるじゃないですか。そういう風なんで、ちょっとだったらこの当てではどういうお酒がええかってみるみたいな。何？新しいメニュー。ああ。開発。だから島らっきょうとやっぱり日本酒より青森に合うなとかさ、そういうふうな形でもなんか持っていく？じゃあ豆腐用を手作りで作る？発酵される発酵いや あれな、これぐらいの豆腐がこんな小さくなるんでしょ。そうですね、発酵して小さくなる、ね、あれ作ろうもったら作れるよね。作るって聞いたことないですけれども、作れるんですかね。作れるでしょ。また先生よろしくお願いします。いや自家製、ハーレー自家製の豆腐よ。いや、おもろいやん。あれ寝かしとくだけ違うの。そんな食中毒本当に腐ってるやつになる。食べてええの。え、あ、そうなんかい、うん、あ、それかもう落語を披露する。あちゃめちゃだいぶ話してる。まあとりあえずそれ考えとってよ。ちょっと、はい、そういう風なんでね。いや10代20代30代の人ってあんまりちょっとリサーチして、凪良健一さんのことあんまり知らないっていう人も多いんですよね。だから僕ちゃいますよ。30ですよ。まあまあ30です。千尋さんでも知ってくれてたね。知ってますよかった。やっぱり内地の人はちょっとまだ知ってんのかな。沖縄の人なかなかちょっとあれなんよ。顔見たら分かるんかな。でも写真見せてもうんって言われたこともあった。そう、一応タモリクラブとかでもよく出ててね、まあ、お酒のうんちくとかやってるんですよ。タモリクラブ、まあでもまあね、知ってもらいたいですから、はい、でまあ、ぜひ来てもらいたいと思って、それでね130人は入れようかなって言って頑張ってるんですけどね。
で曜日は日曜日の方がいいかなと思って、本当は月曜土曜日でちょっとオファーしたんだけど、はい、ちょっと変更してもらって日曜日もしくは開けてたらっていう形でやろうかなと、まあそういう風な形です。でまあ、そういう風でだもう定期的に来るっていう形でいいんですか、この今日の4人のゲストの皆さんはハーレーさんに、はい、私は沖縄いるんで、あの毎週顔出してま、いますけれども、はい、高橋さんの大体平均年3回ですね、来るね、10日から2週間ぐらい。拠点っていうのはどこなんですか高橋さんは。拠点は北九州です。一応北九州が拠点で、東南アジア行って沖縄っていうパターン。いや 東南アジア行ったり沖縄に、それでもう今はお仕事は、仕事は終わって、仕事は今ほら68歳ですから。わあいいな、楽しそう。年金暮らししてくれた。あれ年金もありますね。いいな、そうです。あそうですか、いいまだ若いしね、したくさん、まあ、いや一応なんか固いお仕事やられたんですよね。固いんか柔らかいのか。そう、ほらもう年金なんか少ないからさ、年金放棄してさ生活保護を受けてる人たくさんいるからね。うん。あ、それちょっとお聞きしましょうか。いや僕はもうその辺のあのほっつき歩いてるようなやつなんですけど。高橋慎吾って言うんですか。合体しません。合体しません。それもらったっ。はい、いや僕はね、日本中の、ね、大学生を集める仕事をしてるんですよ。ほうでファッションショーとかしてるんで、ちょっとチャラついて見えるんですけど、実はもう、おいすぐ突っ込みます。高校生のファッションショー。いや大学生です。あ大学生に特化したファッションショーしてるんですよ。大学生のファッションショー、意味わかんないでしょ。いやでもなんとなく良さそう。ちょっと笑ってる。いや良さそうやん。あった、はい、一応服飾、あ服飾だったんですね。服飾教育ビジネス科です。へえ、はい、それでイベントを組むんですか。はい、それをね今大阪で12年やってるんですよ。ほうで福岡行って東京行って台湾行って仙台行って札幌行って次名古屋やるんですけど、その次の都市が沖縄なんですよ。にやるの、はい、だから2020年にやるんで、うん、そのちょっと2020年あやるんですよ、やるんですよ。おおすごいすごいすごい、みんなで楽しみましょう。じゃあ俺かぶりつきで見に行きますよ。いやそれ、例えば大阪ってどこでやってんの。ね、府立体育館っていうエディオンアリーナっていうね、それでも8000、今年も2週間前に終わったんですけど、うん、8500人ぐらい。すごい、ほんまに来るんですよ人。そりゃ来るやろ、なんとなく面白そうやもん。はい、そういうもちろんですよ。それお席をちょっと腰がつかな思ってお席をちゃんと用意して。それって入場料いくらな。ね、3000円です。3000円で、すごい。南やね。ああそうです、フルサイクルのナンバーだから、はい、ナンバーね。うわーすごい、そんなに来るの、はい、そんなことを楽しくやっている。なんか最初はそれだけで食えなかったんですけどね、もちろん。え、それって大学生だけで成り立つんだ。はい、はい、で実行委員会とか出演者が全部大学生なんで、僕らの会社の人数めっちゃ少ないんですよ。はい、ただ働きさせてみたいな。金もだって。え、それなゲストとか呼んで。いや、ほとんど呼ばないです。ゲストも呼ばないで、それだけ集まる、はい、すごいな。学外総合文化祭って言ってるんですよ、僕ら。大学の枠を超えていろんなメンバーと一個の企画を作って、そこに情熱を燃やすみたいな、甲子園に行くぞみたいなね。そういう、うわかっこいい、楽しいでしょ。すごい楽しそう。そうなんですよ。でそれをね、世界中の、それこそ僕ベトナム行ったのも、うん、ベトナムの大学生でできないかなと思って、うん、視察に行ったりとか、うん、そういう世界中のね大学生をこう集めて、でその沖縄いいなと思って沖縄にみんなが集結するように。で来月に今150人ぐらいですけど、今言ってた地方のメンバーが沖縄に大学生来るんですよ。でそこでみんなで交流して、でそのイベントに向かって、県外からも内地からですね、内地からとあと国外からも来て、みんなでこう楽しいことしようっつって。いやでもそれ、そんなたくさん来るんやったらお客さん、ホールも大きいの借りやがったね。いやいやいや、多分こっちであるだ1000人ぐらいと思いますわ。1000人ぐらいの規模で、まずは1000人で言うと。でもコンベンションとかあんなあたり違うの。あ、もう会場全然分かってないですけど、でもね、なんかちょっとね、こうあの夜夕方にやりたいんですよね。ちょっとこうサンセットっぽくやりたくて、ファッションショーを普段は絶対に。だったらあの
ホテルのビーチでもいいかもからな、屋外ビーチの。でホテル隣接してるビーチでちょっと中でやりながら外も行けるようなとこなんか探そうかなと思って。いやだったらホテルムーンビーチがいいな。ムーンビーチ、うん、あそこでねあのフラのイベントやってるんだけど、あーあのビーチのところで特設ステージ作ってやった見てんけど、イメージがパッて浮かんだ。あのホテルのところがバー見れるんですよ、上からも。いいですね、ロケーションすごい良くてね。わかりました、ちょっとチェックしましょう。ムーンビーチっていうところだからあの夕日がすごい綺麗ですよ。あ、そうそう、あいや、うわ面白いね、合ってるな。てかデックスケールがでかいね。じゃあ俺実況で録音しに行くよ。ぜひ来てください。あそれは例えばそのやってるモデルさんも大学生やし、作ってる子も大学生、運営やってる人も大学生みたいな、みんな大学生。はい、であのビローさんとかに行って、その要は外から要は大学生来るじゃないですか、うん、そういうコンテンツをまだ一個沖縄に作るんでって今ちょっと交渉してます。あ沖縄ビューロー、はい、そう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 言ってます。うわちゃんと仕事してるんですよ、だから一応。いやいやいや、すごいすごいなぁ。なんかオリンピック見てる場合じゃないね。そうオリンピック。ちょうどから8月終わるじゃない、末でね、うん、で9月の2週目かぐらいにやろうと思ってるんですよ、うん、だからここからオリンピック東京終わって、ここからの日本をみたいな、ちょっとこう若い子たちがみたいなんで、ちょっとやったろうかな。いやーすごいな。いいでしょ、なんかこうね、一回なんか週うわほんまかいな、すごい。これはちょっとびっくりしましたね。楽しみはね、大変やと思うけど、はい、ぜひ皆さんそのタイミングで。面白そう。いやーちゅうかまた仕事も楽しんでるところがいいよ。そうすごい。大学生のフリできますかね。あのもうすぐ、ああそう楽しみにしてください。うまいね。学ランを着てきて、あ、ちょうど70歳になる頃じゃないか。そうですね、そうですね、あの沖縄ナイトしますわ。なんかね、ちょっとねハーレーのも作りましょうか。いやほんま、いやいや、まあ、今日は本当大人数でもう本当に喋ってもらうのがちょこちょこだったんですけど、もうほとんど時間がそろそろ来たんで、最後お一人ずつ、一言いただきましょうか。それでちょうど時間が、あ、じゃあもうどうぞどうぞ、いいんですか。はい、はい、じゃあ時間を多分押すのか、またきしさん、はい、高校生以来の20年ぶりぐらいに、うん、あのラジオ出まして、なんか、うん、あ昔こういうことやってたなっていうのを思い出して非常に楽しかったです。ありがとうございます。いやありがとうございました。また遊びに来てくださいね。じゃあまだ来てね。はい、はいえ、私は68年ぶりにというか人生で初めてラジオに出させていただきました。あ、はい、ありがとうございます。ハーレーの皆さんはじめ、はい、ありがとうございました。いやいや、もうまた楽しんでそうで、人生ね、楽しかったです。うん、お話聞いて楽しかったです。カゴケに入る前の時もぜひ来てくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。本当沖縄、大好きな沖縄に来ると、うん、いつも不思議なご縁をいただいて、うん、今回こういうふうにラジオも出させていただきました。本当、うんうんうん、なんか大好きなところに行くとなんかいいことたくさん起こるなってまた今回の旅で思いました。うん、僕は多分思うねんけど移住していく必要だなと思うな。うん、したいです本当に。いや本当に多分僕すると思うよ。本当ですか、嬉しい、うん、いやぜひ待っております。ありがとうございます。はいはい、じゃあ慎吾さん、はい、本当に昨日の今日でいいご縁で、そうなんですよ、昨日、はい、入らせてもらったんですけど、いや本当にこういう機会を設けて、いただいて本当に良かったです。いやでも話聞いてね、もうワクワクするような、ま、あのオリンピックもね、うん、あの待ち遠しいけども、うん、この話聞いたらもう、はい、本当に、まあ、本当に実現してほしいし、はい、もう見に行きたいし、はい、やっぱ男としてね、女子大生っていうのはやっぱりね、いいでしょう、このキーワードいいでしょう。急にそうですね、しっかりと2年間考えてください。寝かして熟成させて、じゃあ熟成させてください、ね、ちゃんと。いやそうですか。いやもう本当にまあ僕もねこうやってやりながらこういう風なね人たちにね出会うのがやっぱりこの番組やってたねやっぱり醍醐味っていうか面白さがあるからね、
こういうふうな一人一人のねお仕事とか今の聞いて本当に楽しみで、今日は特になんか今までで一番でかいなんか仕事やられてるよね。いやいやいや、そんなことない。いやでもね本当にこれから末永くね、そういうまあ落語がね今度いつ あるがな、言うこと。8月10日におうち遊びというお店で、うん、落語会に出ますので、うわ最後持っていけるかな、一番ええところ。やったかな、言うこと。8月10日、はい、時間は何時から？夜7時からです。8月の10日何曜日？金曜日です。あ、この金曜日ね。あ、そうそう、金曜日、はい、この金曜日。違う違う違う、来月の10日ですよね。そう2週目の金曜日ね。はい、わかりました。じゃあそういうことでですね、最後11月に、来てもらいます名倉健一さんのマグロ節を、おかけして、お別れしたいと思います。じゃあそういうことで今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。1頭2頭3頭ほれ骨山昔はせで